ということでグッズ買ってきました。もうちょっとね過去最高に買ってきたなんと今回総額39,430円、はい、約4万円買ってきましたやばいね、来週一番くじあんのにどうする。ちょっとこれはもうまあまあしょうがないね、もう欲しいものたくさんあったんで、はい、じゃあ早速ねちょっと開封していきたいと思います。じゃあまずね T シャツね、 T シャツからいこう。あ、かわいい、めっちゃかわいい。まずこちらパフェス T シャツ、もうかわいすぎない、これめっちゃいいよね。はい、これがねパフェス T シャツ、ちょっとお姉ちゃんのこれ買って2枚、どうも。はい、日向川兄弟の寝れない T シャツ、めっちゃかわいいこれいいね、結構思ったよりイラストが大きかった。はい、こんな感じです。で、はい、お目当てのこちら、はい、こちらおはぎ T シャツ、これもめっちゃかわいい。いや、これ今回大人気だったからね、大丈夫かなって不安だったんですが、無事に買いました。次がプンプンポーチ買ってきましたこれもね、めっちゃ欲しかったので、あ、違うのサイズ、ちょっと私この間のグッズ紹介の時に前回のポーチとね似たような感じって言っちゃったんですけど、全然違いますね、薄型だった、前回のちょっと持ってきてるんですよ、まあ、こんな感じで全然違ったね、はい、前回マチだったんですけど今回はマチが全然ない薄い感じですね。大きさはでもねかなり前回のと比べたら周りは大きいかな、こんな感じで、はい、裏にこんな感じでロゴが入ってます。あー、かわいいこちらじゃーん、タブレットです。これもね表紙は前回と一緒ですね、こんな感じ、ちょっと中はお見せできないんですね、はい、こんな感じになってるので帰ったらねゆっくり見たいと思いますはい、上弦の詩のヘアこれめっちゃ可愛いじゃない、ちょっと思ったよりモフモフの生地だったあ、かわいいじゃん、どうこれね、ちょっとかわいいあ、これかわいいじゃないの、ほら、はい、こんな感じですね、ヘアバンドこんな感じです。どうでしょうか皆さん、ちょっと参考になるかな、これあ、かわいい、ちょっといいんじゃないこれどうこれ個人的には結構好きなんだけど、よか買ってよかったと思う。なんか結構ね生地本当に柔らかくてね、モフモフしてて、なんか全然きつくないし、まあ後ろゴムなんでサイズはね合わせやすいと思います。ここ結構固め、うん、でもうん当たっても痛くない感じです。はいはい、お次がこちらね、はい、今回のギエさんの厚さこんな感じです。あー、めっちゃかっこいい、やばい、微笑んでる、めっちゃかっこいいですけど、ちょっと帰ったら早速飾ろうと思います。はい、でお次がこれね、オープニングとエンディングのポストカードセットですね。はい、あ、これはね、あのお姉ちゃんの、はい、です。で、お次がね、ランダム系いきます。書き下ろしミニキャラつながるランダムアクリスタンド A ですね、こてつくんがいるやつ、はい、こてつくん狙いでね、ちょっと2個買ってきました。はい、ちょっとね、開封したいと思います。いきます、せーの、はい、あ、メイくんだ、かわいい、優勝期のメイくんですね、はい、めちゃくちゃかわいい。じゃあお次いきます、ちょっとね、めちゃくちゃ熱いのよ。はい、じゃあ2個目いきます、せーの、はい、はい、はい、こてつ来た、やった、めちゃくちゃかわいい、こてつくんが来てくれました、やったちょっと引き運いいんじゃないですか、やった、嬉しい。はい、ということでマグラクスタね2個こちら来てくれました。はい、でお次がこちらランダムアクリルマグネット、これがね全9種類です。はい、10点までかな、買えるんですけど9個買ってきました。どうどうかな、コンプできるかな、え、これって自分で選ぶの、それとも渡されるの。はい、そう、これね今回自分で選ぶのでどうなるか分かんないけどはい、狙いはねもちろんゆうさんです。はい、はい、じゃあせーの、はい、あ、かわいい、やった、嬉しい、ゆずりちゃんもねめちゃくちゃ欲しかったから、あー、かわいい、え、ちょっとこれは全部欲しいぞ、いきます、せーの、はい、おー、行名さんめちゃくちゃかっこいい、はい、行名さん来てくれました、泣いてないね、いいね、いきます、ゆうさん来てくれ、せーの、
速攻かぶっちゃったということでコンプは、はい、これにて終了いや速攻かぶっちゃった。はい、じゃあ4つ目いきます。せーの待って、今日みつりちゃんがめっちゃ来てくれてる。嬉しいけどちょっと他のキャラも見たいぞ。はい、何個目だ次。はい、5個目。はい、いきます。せーの。嘘でしょ。嬉しいんだけどちょっとこんなにかぶる。え、結構こすりとった。バラバラだ。はい、6個目いきます。ちょっとこれきついぞ。せーの。はい、よかった。はい、かなおちゃんが来てくれました。よかった、やっと違うキャラが来てくれた。ちょっと待って、これギーさん来るかな。7個目いきます。せーの。メイくん、メイくん、あ、かわいい。はい、ね、あと2個。じゃあ8個目。せーの。ちょっとみつりデーです。やばい。え、嘘でしょ、こんな被ることある。え、じゃあラストいきます。ギーさん頼む、来てくれ。あ、頼む頼む。じゃあいきます。せーの。はい、来なかったけど、来なかったけど、しのぶさん来てくれました。はー、そっか、今回出なかったのがサネミンとイブロさんとゲンヤくんとギーさん。あ、女の子ばっか来たんだね。女え、キュウコチ半分についちゃうんじゃない。やばい。まあしょうがないか。はい、ということでランダムクリルマグネットは、はい、みつりちゃん祭りでした。はい、最後こちらのね、はい、桜スタッフミニ色紙456か、はい、の4種類ですね、買ってきました。はい、3か3のやつは、はい、こちらです。ね、ギウさんとね、ドーマがいるので、ちょっと種類こんだけあるから出るかわかんないんですけど、まあ、ちょっと期待せずに開けたいと思います。じゃあいきます。1枚目。せーの。はい、あ、炭治郎めっちゃ可愛い。え、これめっちゃ可愛いね。これもいいわ、多分両名さんの時のかな。えー、めっちゃ可愛い、クリクリおめめ。じゃあ次に前に、さすがに被らなければもういいやダメージが。じゃあ2枚でいきます。せーの。え、あ、メイクちゃん、これは違う、インチローかな。あ、ちょっとこれはなかなか痛々しいやつだね。あ、ちょっともう最後だ。ちょっとリュウさんがドーマ来てほしいんだけど、来るかな。来てくれ、頼む。推しは出ませんでした。はい。じゃあ次、今度はランダムスミニ色紙シの方ですね。これはね、おそば食べるね、リュウさんがいるんですよ。はい、これ狙いで開封していきます。これは17種類ですね。はい、これは、あ、これも3つ買ってます。なかなかこれハードル高いよね。17分の1だもんね。いきます。せーの。よっこちゃんです。ちょっと全然なんかもう出る気配ない。もういいや、楽しんで開封したいと思います。全然出ないよ。じゃあいきます。せーの。あ、なんと惜しいサイト。でもこれめちゃくちゃかっこいいね。ポテストの中かっこいいから、ちょっとギーさんと並べたいな。じゃあラスト3枚目です。はい、じゃあいきます。せーの。
めっちゃ来てくれる。はい、じゃあお次がランダムミニ色紙5ですね。さあこれも3枚買ってきました。これはね、はい、このねサネミンと手合わせしてる時のギュウさんがいるのでこれを狙っております。はい、はい、じゃあいきます。せーの、あ、ネズコ、いいね、この太陽クッとした時のネズコちゃんです。かわいい。あ、でもかぶってないからね。もうこれかぶったら結構きついです。はい、じゃあ2枚いきます。せーの、ふいふいふい、かわいい。ちょっともう何も言わないわ。はい、はい、じゃあ3枚目いきます。ギョッコも来るな。ちょっといや、いいんだけどね、いいんだけどさ、あーちょっと、あ、もう最後じゃん。これラスト色紙6ですね。これも3枚買ってます。これはこのね、おにぎりとか食べてる可愛い幼少期のギュウさん狙ってます。え、ちょっと待って、ってこと今日推し来てないよね、ランダム。やばいやばいぞ。はい、じゃあいきます。せーの、炭治郎、今日炭治郎も来てくれるわ。はい、炭治郎くんです。あ、はい、次いきます。せーの、はい、あ、炭治郎、今日炭治郎とみつりちゃんと玉子祭り。はい、ラスト、ラストだよ、もうラストだよ、もうラストだよ。ちょっと頼むよ、頼む頼む頼む。はい、じゃあいきます。最後、せーの、あ、でもね、ほら最後、はい、ハンティングのね首を切るところで、はい、終わりました。はい、ということでランダム系も以上になります。ないね、はい、はい、もう空っぽです。はい、ということでグッズ開封は以上になります。